早速どんな乗り心地か試してみてくれ。これはハブまでのロードトリップだ。島でのドライブはこれまでのホライゾンでの経験と全然違うから、ある程度の慣れが必要なんだ。これはレースじゃないが、最後に到着するのなんて嫌だよな。はい、こんばんは。やってきました。だから外は嵐だって言ったじゃん。第1話やってきますよ。わお、ちょっと、もうやばいです。ごめんね。どうにもなんないんだけど。すごいな、見て、奥火山。400メートル先で右側に行って。いかん、2分以内に。ああ、中も通っていいね。イエー。で、適当にこう走っていくとね、XP ボードとか、そうなんか、道路の発見。すげえな。本当に外大荒れですね。よし、行くぜ。ウォーイエー。レースルートに戻る。イエー。到着。実績解除。いいか、アイランドツアーは本土のレースとは別の独立した代物だ。オーイエー。独特のテーマやカテゴリーのチャンピオンシップを勝つことで進行していく。ここではツアーを構成するチャンピオンシップを全て確認できる。クリアすると次のチャンピオンシップに参加できるようになるぞ。たくさんのチャンピオンシップで勝つとアイランドフィナーレに招待される。オーイエー。アイランドフィナーレではここで学んだ全てが試されるぞ。じゃあ、まず1個目のね、これをやっていきたいと思います。来た、これエクストリームオフロードチャンピオンシップだ。クレイジーな車もあるから驚かないように。イエー。それじゃあ向こうで会おう。まず OK、 会いましょう。行こうよ。すごいな。すっげえよ。ドライブしよう。こう景色が半端なく綺麗だよね。道路の発見。レースイベントエントリー。目的地に到着したわ。で、車を選ぶ。やっぱラリーファイターっしょ。かっこいいよね。今一番日本で走らせたい車だよね。さあ、初日ですね。やってきます。あれ、他もラリーファイターの人いるね。これはラッページイベントだ。ポイント2ポイントのオフロードルートだが、障害物が多いルートもあるから注意を怠るなよ。 OK、 さあやっていきますよ。で、ちょっと前までね、さっきのね、 Get Ready が日本語でよし行くぞみたいな感じだった記憶が定かではありませんけど、そんな感じで。おいおいおい、おいおい、めっちゃ狭いんだけど。すげえぞこれ、嵐。くぅ、すげえ。おっと、ギリ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 。これ下手にね、アクセル、しかもあれが効かない、なんとかスワイプが効かない。
やばい、まずとりあえず慣れていこうみたいなね。まともに走れないんだけどこれすげえこれすげえよ、嵐がすげえよ。本島のクロスカントリーってあったんですよ。本当に泥道とか行くとこ、それ以上に全然進めないんだけど全然進めないんだけど、これ追いつかれ、あれ、しかもなんか滑っていくし、コースに戻ることさえできない。おっと、やっと戻ってこれたけど、あ、ここだけね、あの道がちょっと安定してるんだ。これ氷なんじゃないの、今降ってんの。雨か。え、全然進めないんだけど、これ大丈夫、これこの島。スリップするんですけど、これ危険だぞ本当に。まっすぐ走れないんだけど大丈夫これ。大丈夫これ。ハンドルちょっとでもなんか風で流されてくしおい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 、あ、乗ってきた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 。オッケー、とりあえず慣れていこう。エアーってあんた、もうすごい、なんかこの Xbox One のコントローラーの振動具合がなんかすっごくて、ちょっと慣れてきたけど、12位ですけど、ウォフ、すごい風、すごい風、これほらもうすぐ取られるもん、ハンドルが。すげえなこれ、この島はまあドライブを楽しみましょう。ランクとかじゃなくて、ランキングとかじゃなくて、もう無理だから、狭いし。これ本当にみんな大丈夫これ。よし、ちゃんと止まっていこう。やっと50だもんね、 50% だもんね。あ、ラジオ流れてるのか。ちょっとラジオ消さないとね。ラジオオフ。わ、すごいすごいすごい。とんでもない島にやってきてしまいました。おい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 、綺麗です。感動はしないけどさすごい、バイブレーションもすごいし、取られ方もすごい、ハンドルの切られ方っていうか取られ方もすごい、風に。とんでもないぜ。だからまあこんな時はあんま速度ね、出しちゃダメみたいなね。でちょうどこの緑の、下のね、ラインが出てるんですけど、これが現状のスピードで、そのまま
動かせれるみたいな、曲がり切れるみたいな感じで、だいたいこの緑色に合わせていければ走れるっていう感じなんですけど、そんなうまいこともいかないと。ブレーキ踏むと滑るし、あこの辺綺麗に滑れるね、滑れるって走れるね。過酷すぎるぞこれは。でも雨の感じが本物みたい。だからこのライン沿いに走っていけばいけるみたいなね。分かってんだけど、まだチェックポイント6分かかってる。ハロー、これは難しいぞ。フィニッシュまで遠いよ。グライズイエーイエー、12、1ポイント。みんなすごいな。うん、とりあえずもう一回ちょっとリスタートでね、もう一回行こう。これちょっとなんかね、全然ダメだけどなんか楽しいよ。でも Get ready Go。 あ、最初からなんかもうこんなスリップがすごいんだけど、よし頑張ろう。気を取り直して、もう感じは雰囲気は分かってる。だいたい100キロぐらいで抑えとけばなんとかいける。飛ばすねー今の。 OK、 普通の感じだともうこれやばいね。これ大丈夫なの、いけるの。よし、持ち直した。オッケー、行こう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 、頑張っていこう。諦めないで、諦めちゃダメ。あー、嵐すげー。わお、これでもうなんか普通にチャンピオンシップとかみんなやっちゃうんだろうね。まあ本当に久々すぎるんで初心者みたいなもんですけど、滑る滑る滑る、模範的走りを見たいよ。でも本当にこの本島のクロスカントリーでもすごかったからね。やばいやばいやばい、バック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 。行こう行こう行こう、さっきは6分かかったからね。ちょっと待ってこれ、おいおいおい、ダメダメ、そっち行ったらダメこれすごいよ、みんなこれおいおい、ドリフトじゃねえよみたいなね。チェーン、よし頑張っていこう、行こう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 、いいねいいね、いい感じ。なんとなくね、狭い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 、オーケー。
gosh. よし、まだ3分、3分。まだ3分しか経ってない。さっきは6分だから。これ。よし。どうにもならねえ。だから外は嵐だって言ったじゃん。1話にしてもうなんかちょっと挫折しそうなまあでも特別企画みたいなもんなんで、普通にフリー走行は Day21 っていうタイトルつけて、21日目ってことでまた別個で始めて継続していきます。このストームアイランドのシリーズは、だから外は嵐だって言ったじゃんっていうタイトルで続けていこうかとは思いますね。だからまた本島に戻ってね、またちょっとね慣れてきたら、またこの嵐の世界をちょっとね攻略していこうかなとも考えています。コントの方も全然やってないんでそっちまずやるよって感じなんですけどね。でもこの嵐で走ってみたいじゃんみたいなね。まだ4分5分、あと6分までに行きたいな。ゴー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 。さっきよりは速くなったんじゃない？おーいえー、Oh yeah! ガフ。おっと、声援が。幻聴か。これは幻聴か？中に入らなきゃね。チェックポイント。下りの方は結構いいよね。よくないけど、まだマシなんで、多分じゃなくて絶対上りのね鬼門だね、あそこがね。なんかこの辺はなんか適当に普通に道に走ってるだけで、勝手にうまいこと言ってないですね言ってないですね。頑張って。オーケー。うおう、うおう、うおう。まだついてないよまだだよ、みんな走ってくるのも一苦労だわこれでも結構ね、リプレイ鑑賞、少々お待ちください。カメラアングル選択違う、アドバンスじゃねえよ、ホイール、カメラアングル X、表示切り替え、自分じゃなくて他の車が見たいんですけどみたいなね。まあそんな感じで、はい、12位でした。まあもう何も言ってくれないみたいなね。次へ、到着、混ざったな。完了。あと12回優勝しよう。あ、結構もらえるね、経験値はね。みんなに拍手してもらってるけど最下位なんですけど、イエーイエーノー
No。 それにしてもすごいね。ハブに戻ってアイランドツアーの次のチャンピオンシップにエントリーしてくれ。 OK。 じゃあ今回はねここで終わりにしたいと思います。それにしても嵐すごいね。お疲れ様でした。